今回は現在開催中のゴールデンカムイコラボ復刻スタンプから鶴見注意の紹介。計略は式7の号令で自身武力プラス4、コスト2から味方の武力プラス8、効果時間 8.1C、 高い武力上昇値は新カードたちをも上回るパワー型の号令やね。武力上昇値の高さから今環境で強い平らの釜盛りが徳川吉宗と正面衝突したの。力勝ちできる性能が持ち味、スペックも得意書物のおかげで実際に使うと見た目ほどの欠点には習う感じましたよ。助けてくれ、逃げろ逃げろ。うなる、今日はやめておこう。おら、余談やけど、鶴見注意の本名は鶴見徳次郎。英傑大戦では統一名称も鶴見注意になっとるから、ここは今後テキスト修正とかしてもええんちゃうかなと思っとる箇所やね。入れ墨人兵は無事だ。うなれ、うなれ、面白い、うなれ、おら、うなれ、はあ、今はがむしゃらに戦うっきゃね。うなれ、面白い、最後まで下は抜かねえ。うっきゅー、少しは役に立ったかな、はい、俺。てめえら全員俺が粛清する。流派発動二の型。うなれ、面白い、絶対負けねえ。邪魔者は一人残らず消そうか。前出なくていいのか。発動三の型。どうした、こっちは遊び足りんぞ。俺が行く道は俺が決めるんだ。月はあっちにあんのかよ。最後まで下は抜かれ。我が名は遊白海、修羅の川と血の海を行く者だ。うなれ、流派発動三の型。今日はやめておこう。
うなれ。少しは役に立ったかな、俺。絶対負けねえ。ゆれずみ人形は無事だ。邪魔者は一人残らず消そうか。チュチラス、うっ、最後まで下は抜かねえ。戦機開放。遊び足りんぞ。面白い。もっと前出なくていいのか。いい敵だ。今はがむしゃらに戦うきゃねえ。面白い。チュチラス、面白い。リュウハ発動。二の肩。次はあっちにあんのかよ。見ててくれ。俺、お前がいる限り絶対負けないから。今回は2試合やるよ。1試合目みたいな感じで、計略のパワーが高いし、高色かのうやから組み合わせの自由度も高くて、今後のことを考えると来週までの復刻スタンプでとっておくのがええかなと思うカードやの。遊び足りんぞ。
戦機解放。進め。やめておく。面白い。逃げるが勝ちってな。流派発動。三の型。血が止まんねえ。進め。少しは役に立ったかな。槍が折れたか。入れ墨人皮は無事だ。もっと前出なくていいのか。今度は俺らの番だ。ここで三ツ矢から王位と鶴につなごうと考えたけど、この場面はぶつかり合う時間が近いから火力投げる鶴から先に打つのが正解。こういう初歩的なミスをなくせるようデッキになれるのを早くしたい。やめておく。面白い。てめえら全員俺が粛清する。逃げるが勝ちってな。血が止まんねえ。面白い。槍が折れたか。俺が行く道は俺が決めるんだ。嫌でも付き合ってもらうぜ。やるじゃん。お前がみんなを奮い立たせて。ご視聴ありがとうございました。